ちょっと止まって。多分車、ダメだ。村人みたいにね、車を渡してくれないですね。ってことは、はい、ごめんなさい。渡してくれないんであればもう殺すしかない。まあ敵なんでね、もともと。村人は殺しませんけど。さあ行きましょう。はい、お決まりのね、ショートカット。うわ、まずかった。ちょっと待って。あ、やばい、爆発するかも。あ、大丈夫だった。 危ない危ない。 やっちまったぜ。何あれ、すごいいっぱいいるけど。あれ、ちょっとこれはまずいよ。助けてあげないと。待って待って待って、殺さないで。普通の一般人やん。とりあえずね。OK。どうした？話がある。お、お金くれた。100ドルもらいました。早くお行き？あ、こっちから行けるね。OK。まだまだあるな。いいですね、この武器。なんか撃ってる時すごい気持ちいいんですよね、この武器。音もいいし、その連射速度がすごい速いんで気持ちいいですね。あ、見えてきましたね、電波塔。まあそれでもね、500あるんで。ああ遠い。めっちゃ遠い。ちょっと、これ一番高い場所から飛んでいこうか。ここら辺か？よし。結構ね、落ちていく速度が速いんですよね。だから、そんなに、早いんですけどね、距離はね、そんな長い距離は無理なんですよね。ギリギリまで、ここら辺から行こう。 OK。 なんか乗り物が欲しいけど。あ、あった。なんか車のマーク出てるけど、あれ、車のマークあったよね今。何この廃墟的な。あるある、車。え、何これ、どこ、この上。あ、ありましたね、車。これ乗っていこう。この上なんだけどな。お、上、ちょっと待って。これ降りていくかな、山。あ、なんか下ってってるね。これいけないかな。いや無理だな、ちょっと急すぎるし、気が邪魔だし。あ、もう歩いてこ。結局は歩くっていうね、よし、頑張れ頑張れ頑張れ。お、いけるね、結構ね。ここまではこれだけど、こっからいけるかな。あ、いけそうだよ。お、いいね、いけ、頑張れ。あ、もう目の前じゃん。あ、結構高いとこにありますね、これは。よしよし。何してんの。とりあえずこいつ。ごめんね。ごめんね。はい。まあ、一応敵なんでね。あ、また来たよ。でもこれは多分ね、見つかるとまずいかも。え、あそこに一人いるよね。あれまずいんだよな。こいつだけちょっとやっとこう。見つかってる。 OK。 でこいつには発見されてないから。
さあ行こう。ここはここか、うん、そんでこっちか。今ね11月なんですけど、ファークライ4がね、確か1月に、発売されますよね。かなり楽しみですね。なんか雰囲気的にはね、こう似たような感覚はありますよね、今回のやつと。トレーラーをねちょっと見たりしたんですけど、なんかあのなんかバースみたいなねキャラクターいますよね、金髪の。おっと落ちた、落ちた、あ落ちてないか、ちょ待って、よし、であそこか、ちょ待って、いや落ちたのか俺。なんか下のとこと似てるんで、これはどうすんの、こっちに行かなきゃいけないのか、一回こっちに来てから、こっちにジャンプか。あー足りなかった、ちょっと足りないかなと思ったんだけどね。え、これ結構落ちたんじゃない、こういうのはね別にプライベートだったら何とも思わないんですけど、こう収録ってなるとねあんまり、失敗したくないですね。同じことをずっと繰り返しててもね、あの見てる方に申し訳ないんで、よし行こう、違う、しゃがまないで、ほらで、ここしゃがんで、こっちか、あともう少しですね、よし OK、 これで13個目かな、ん14個目、あれどれぐらいまで行ったんだっけな、すぐ近くに何かありますね、小屋が多いな。お洞窟、これはメリ、なんだっけ、何あの像があるんですかね、ここに14個目かこれで。おなんか強そうな、2つも手に入りましたね。次はじゃあここ行きましょうか、ここ来てからぐるっと行きましょうかね、そうしましょう。あそこか、結構あるな、よし行くぜ。ありますね拠点が、なんかすごいブレる、なんだろう、風が強いのかな。これね、多分パラシュート開かなかったらどうなるんだろう、死んじゃうのかな、やっぱそれとも大怪我するのかな。お、なんかアイテムのマークいっぱい出てるけど、あれですね、洞窟かなんかが多分下にあるんでしょうかね。あと300メートルか。
あ、もう見えてきましたけど、ちょっと遠いな。ただあれですよね、これずっと走ってても疲れるんだ。え、何、お、クマクマがいる。クマはちょっとね、僕の仲間なんで殺したくないですね。まあ、こっちにあんまり興味ないみたい逆方向行きましたね。やっぱり仲間っていうの分かってるんですかね、クマさんも。よし、お、いますね。こういうのを見るとね、やりたくなっちゃうんですよね、こういうこれ気持ちいいっすよね。でポイントもね結構入るんで。よし、行きましょう。売るためのアイテム結構手に入れてる気がするんですよね。これじゃない、違う、え、どこで見るんだっけ。まあいいか。よし、行こう。こっちか。あとハンターもやらなきゃですね。バックパックとかね、財布とか、もっと大きくできるんですけども、普通のね狩りでは手に入らないんですよね、必要なアイテムが。こっちか。これはどうすんの。こっちぐるっと回る感じか。こっちにぐるって回って、おっと、今ちょっと落ちそうになりましたね。で、こっちか。で、怖いなこういうのあ、なんかある。防弾チョッキですね。これはジャンプでいけない。あ落ちたよ。ちょっと待って。で、あれどうしたっけ俺、こっから。あ、これか。で、いや、あそこどうすんの。ジャンプじゃないのかな。ジャンプするにはちょっとね、ジャンプしづらい場所ではあるんですよ。え、今ジャンプでいけたね。ジャンプだけでいけた。これどうしたもんか。まあとりあえずこっちだよね。こっちか。これなん、どうしたらいいのこれ。ジャンプじゃ、しゃがんでのジャンプとかできんのこれ。それできないよね。これジャンプでいけるのかな。あっ、あいや、行くのはいいけどさ、思い切って外側まで行っちゃうとそりゃ落ちますよ。なんでああなっちゃったんだろう。参ったな。すいませんね、何度も何度も落ちたりね、死んだり、ちょっとね、これ電波とね分かりにくい時あるんですよね。これどうしたらいいんだろうっていうね。でもさ、あれ、ちょっと待って。あ、落ちた。もうちょっと、でこっちか。で、ちょっと待って、これダメか。これ実はこれ飛んだらここ行けるとかないのか。ダメだ、
それは無理だ。それは無理な話。ふん。ここしかないよね。ここしかないんだけどさ、これ。あ、落ちる。あ、大丈夫だった、今回は。怖い。これジャンプまた。これは大丈夫だよね、でも。なんかちょっと危なかったけど。頭が、ちょっと引っかかってたね。よし。OK。拠点がありますね。ああ危ない危ない、今落ちそうになった。スキル、あ、そういえばスキルポイント、多分これ入れて2つぐらいと思ってますよね。2ポイントぐらい。お、アサルトですかね今。あ、来た、スナイパーライフル、ついに来ましたね。ね、僕ずっとあのイベントから持ってますけど、あ、もう外したのか。はい、ちょっとスキルの方ね、2ポイントどうしようかな。あ、これ熱いな。必要な条件、ディスフロムアパプテイクダウン、なんだそれは。なるほどね、上から飛びかかるやつか。で、2人いた場合2人、やっつけれるっていうやつか。それはなんだっけ、これだっけ。うん、これじゃないね。いや、これはお金取るやつだ。あ、これか。これね、難しいんですよ。でも敵の上にね、敵の上に、メッセージを、罰で飛びかかる、飛びかかり素早く敵を始末します。敵を倒すごとに5倍の経験値が入るそうですね。あ、回復が 50% 速くなるって、これいいんじゃないですか。あ、ちょっと待って、でもこれあれだよね、体力スロットこれにしようかね。あ、足りない。え、大丈夫、3って書いてあるけど3ポイント必要ってことじゃない、これ。そういう意味じゃないんだ。あ、3つ目ってことか。ピークコンディショニング。あ、じゃあこれつけよう。よし、これで全部じゃないもん。おお、増えましたね。いいですね。で、次はここ。これは割と近いんじゃないですか。ねえ。また戻る感じだね、でも。よし、じゃあ行こう。